調査によりますと、20代女性の半数以上ができたら専業主婦になりたいということで、社会で輝くことなんか望んでおりません。彼女らが望んでいるのは家庭で輝くことであります。それをですね、女性にもフルタイムで働け、結婚もしろ、出産もしろ、育児もしろ、育児をし終わった後はもう一回社会に戻ってフルタイムで働け、よく考えるとひどいこと言ってませんか。男女共同参画は余計なお世話ですよね。この男女参画、雇用機会均等法ですか。これは昭和42年ぐらいにできたんですけれども、実はこれができた途端に経済成長がパタッと止まりました。高度経済成長の終焉であります。それまでは男が学者に働いて、女性は家で待っていて、美味しいご飯を食わしてまた男を送り出す、というような仕組みでうまくいっておりました。それが今はですね、女性にも働きなさい、男と同じぐらい働きなさい、こんなことを言うような女の人に無慈悲な社会になってしまいました。政府がやっていることは、女性も男と同じようにフルタイムで働きまくれと、そんで子供も産んで教育も育児もしろと、こういうようなことを言ってるんですよ。私は男女共同参画は根本から間違っていると思います。こんなんで少子化大変だって言ってるんですから笑っちゃいますよね。専業主婦を雇用しない、社会が子供を増やせるわけがありません。ですので、ことさらですね、女性女性、ジェンダージェンダー言ってる政党は私は日本人の敵だと思っております。2つぐらい思い浮かびますけども、ここでは言われるんですけども、というわけで、日本改革党は行き過ぎた男女共同参画に反対しております。